ナドーは1917年スイス創業の老舗メーカーですが、もともとはムーブメントメーカーで、本格的に機械式時計の製造に乗り出したのは1960年近くになってからです。超高メタルを採用したダイアスターなど個性的な時計も数多く製造しており、ハイスペックなモデルをリーズナブルに提供している多くのファンに愛されているメーカーです。本品はナドー自動巻きのシルバーホース SS ラウンドケースのメンズモデルです。文字盤は精悍なブラックカラー、ダイヤルトップにはおなじみの怒りエンブレム、キャブには辰の落とし子のプレートがあります。インデックスはアップライドのロングバータイプ、バーハンドとのコンビネーションで視認性も良く、すっきりしたフェースになっています。デイトは赤表示で良いアクセントになっています。リューズのロゴも綺麗に残っています。自動巻きのムーブメントはさすがにムーブメントメーカーであっただけに精度も良く、安心してお使いいただけます。ベルトはナドー刻印のあるオーストリッチです。コンディション、ダイヤルは特に目立つダメージはなく、グッドコンディションを維持しています。ケースは軽いすればあるものの目立つダメージはありません。裏蓋の刻印も鮮明です。保護塗料がついています。ベルト、ビジョーともロゴが確認できます。少し使用感があります。操作方法、リューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。レイトは針を回してチェンジします。針の繰り戻しでクイックチェンジも可能です。付属品、当時のタグ、プライスタグ、日差、タイムグラファー計測でプラス1分程度に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅20ミリ、ケース径は約36ミリ、リューズ含まず。縦、ラグ端からラグ端まで約44ミリ。厚さ約12ミリです。時計の外観コンディションや精度など詳細は、概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。